サマーハ2022メス影、父ロードカナロア、母の父シングスピール、立東池添学ぶ厩舎です。半径美大屋に続き、名品サマーハの子がセレクトセールから加入しました。母の子は重賞3勝を挙げたシャケトラを含め、勝ち上がった全6頭が2勝以上をマーク。そのすべての父が異なり、対応幅の広さを見せています。本場はキングカメハメハの子ロードカナロアを父に持ちますが、キングカメハメハ3区のルーラーシップを父に持つサラーフは3勝を挙げてダートの交流重賞でも健闘しています。肉付きの良い馬体、全身の連動性が感じられるフットワークには豊かな素質が伺えます。落ち着きがあり食欲旺盛な点は、テンションの高さと馬体乳児に苦しみがちな牝馬にとって大きなアドバンテージとなるでしょう。父ロードカナロア、母の父シングスピールの配合は、ブランノワールが芝 1600m から 1800m で4勝をマーク、オープン入りを果たしています。芝のマイル前後を中心に活躍してくれそうです。